吉堂の見どころの一つであるこちらの百枚皿は、秋吉台に降った雨が石灰岩を溶かしてこのような素晴らしい空間が生まれたそうです。実際には500枚以上もあるそうですよ。秋吉堂の一番の見どころは、長い年月をかけて作られたこちらの黄金柱なんですよ。